第2位。93年10月14日、津井橋スポーツセンターで行われた高橋義樹戦。はい、これが第2位ですか。僕は、ひょっとしたら第1位かなと思ったんですけど、僕はこれ一番好きなんですよ、シャムロックの試合の中で、すごい、なんでしょうね、体にリラックスっていうんですか、リラックスしながらやってる、相手が高橋だっていうので多少こうリラックスできたと思うんですけども、いろんなそのシャムロックのハイキックがなかなかないんですよね、でもこの試合あるんですよ、で、関節にしても足あり腕あり首あり、いろんな技使えますから、僕の心の中ではシャムロック の、 そのベストバードでしたね。いわゆる多彩な、そうですね、いろんな技を交差しながらその勝負をしたっていう、でもやっぱりこの中でシャムロックを持ち上げる高橋っていうのもすごいね、はい、ありましたね。ここまで来る間にその広背筋、彼の背中側の筋肉をですね、強化させたんですよ。もともとタックの上手い子なんで、それを生かすためにから打撃系に目覚めたいという彼の要望を加味してですね、特別な訓練をちょっとさせてみたんですよ。でやってレフリングしながらびっくりしましたね。こいつすげえなと思いましたよ、その成果が、こんなところでもう出してるよっていう感じですよね、半年ぐらいですからね。背筋力で言えばパンクラスの人間選手の中で一番ですね。そうだね、これはさすがに、これある意味では俺賭けだと思ったんですよね、船木選手、選手以外の選手がメインに出るということで、はい、僕はでもこの時 の、 シャあの高橋ですか、高橋ならば、大丈夫じゃないかなっていう気がしました。そうですね。で前々から高橋とシャムロックというのはいい試合が多いんですよ、早い試合もあるし、長い試合もあったんですけども、そういう意味で今の、この時の高橋ならば、もうそれ以上のものが達してくるんじゃないかな、これもすごいね、今もねディフェンスした後の入りだからね、やっぱり素晴らしいものを持ってるんですね。高橋はこの時、一つだけ欠点を言うならば、攻めの時のその抑え方ですよね、周りを抑えないでその例えば首取りにしても首だけ狙いに行っちゃってるっていう、そこが悪かったですよね。この時もすぐ足首だけを蹴って取りにいっちゃうんですよ。足首を決めるためにはやっぱり膝、それでその太もも全体を固定しないと足首は動いちゃいますからね、視点力点作用点が、ね、そうです重要なんで、ね、そこをやっぱり忘れちゃって、その決める場所だけにこう固定しちゃったんで、やっぱりシャムロックも逃げれるんですよね、なんか一発勝負っていうか一発勝負を狙ってるというか、性格が出てるんですけど、そんな中、気持ちがなんか、感じますね。これで問題のシーンかな。そうですね、これは僕は、セコンドで見てたんですけども、明らかにシャムロックは聞こえてました。そうだな、だってあんだけやって聞こえないわけないからね。ちゃんとヒロツさんも背中叩いてましたから、で間手こじ入れててね、だからサムロックにしてみればちょっとやばいなと思ったのかな、やばいと思ったし、あと意外に高橋がその手強かったんで、もうこの辺でやっぱりダメージを与えておかなきゃいけない、注意が与えられます、そういうなんか焦りがあったと思うんですよね、一瞬で。これは再開します。試合ではまたカードが出てくるんだ。はい、一回ここまで来たら両者やっぱりリラックスできましたんで、高橋の蹴りなんかもだんだん当たってくるんですよ。さっきのシーンで一瞬終わったかなという感じがあったんで、そういう面では、でも中央だったら完全終わってましたよ、あれ。ですよね、だしあれだね、もう何秒か話すのが遅かったら多分高橋試合再開できなかったの、ダメージがね、大きすぎて、それがイエローカードとレッドカードの境目っていうところもあるんですけどね、不思議なもんでこの5分を経過するとお互いにこうリラックスできるね、力が抜けてくる、そこでそのいろんな技が出てくるっていうのがまた良かったですね。だから高橋とシャムロックっていうのはすごい
いい意味でやっぱ手が合う選手っていう。そうだね、はい、リズムが合うとかね。そうですね。ここもシャムロックがあの見えないんですけども、高橋の髪の毛引っ張りながらひっくり返してるんですよ。僕はこれあのセコンドでちゃんと見てました。あ、首が握ってるもんね、はい、でこの辺はやっぱりあの裏技っていうんですかね、使ってましたよ ね、 レフリー泣かせだね、はい、でそんだけのことを出させた高橋っていうのはやっぱり本当にやっぱすごいと思うんですよ。すごい勢いあったしね、はい、高橋選手は3つ目のローポイントとなりますね。カウンターで、うん、高橋の左の蹴りに合わせて、こうやって頭が上がってる時は出るんですよ。でもここまで来たらシャムロックも、まあ、焦らず、うん、チャンスを待とう、うん、そこが多分シャムロックのいいところだと思うんですよ、うん、本当にこの辺のシャムロックはいろんなことやってますね。そうですね、だからハイキックもやるっていうのがやっぱりすごいですよ、うん、で意外にこれを高橋君の左のローキックが効いてたね、うん、これはね、すごい判断が難しかったんですけどね、あのダウンとタックルに行ったのとのね、ちょうど境目ぐらいだったんですよね。あ、で完全に高橋、うん、あの死んでなかったんですか、ね、そう、あのね、死にたいではなかったんだよね、はい、高橋選手はロスポイントが4つのため、あと1回ダウンかななんていう判断諦めると、ね、その辺がしょうがないかな、そうなんですね、10分経過、10ミニッツパー、10分経過で拍手を起きましたね、さすがに、10分超えるともう本当にもう気力の世界ですよね、うん、高橋だんだん顔見てると弱気になってきてるんで、おそらくそれがだんだんこう、まあ、これすごい惜しかったんですよ、ね、はい、これはもう本当に完全に入ってるし、うん、紙一重なんだよね、これで足首に変えなくても膝に行った方が良かったんですよ、あ、はい、密着が取れちゃう、そうですそうです、うん、ここでもあのぐるっと回っちゃったんで、うん、これも膝十字いってたら俺取れたと思いますよ、はい、だんだんやっぱり回ってくるとあのロープに近くなってきますからね、ここでヒールが来るんですよね、これダメージがかなりあるんですよ、シャムロックもでもあの脇開いちゃってますね、うん、足とか足の締めが体が離れちゃう、はい、これね、意外とエスケープしないですね、いやこれわざとあの老けが下から行くんですよ、はい、もうちょっと動けばロープになってブレイクになるから、うん、そういうロープワークというの、うん、ね、一番うまいのはね、意外とバーノンだったりするよね、そうですね、足が来ちゃったよね、ここでハイキックが出てきますよ、唯一のハイキックです、しかし倒れない、うん、顎引いてますからね、うん、ちゃんと、うん、さっきの、ね、さっきの足首型ので、うん、この辺なんかもね、はい、でここに来たらもうおそらく高橋はだいぶ諦めてきちゃってると思うんですよ、やっぱり見ててももう、耐えるのが精一杯って感じですね、そうですね、故障してるし、でここの足のこのひねり具合がすごいんですよね、はい、直すの大変だったですよこの後あと、これ本当にいい試合でしたね、まあ、これ関東カラーを週刊ブログの関東カラー語ったんですけど、高橋選手初めてだと思うんですけど、もうそれだけ本当にすごく見せ場があったというか、絵になった試合でもありましたね。